第2弾がやってまいりました。ありがとうございます。前回普通のお風呂でやったんですけど、今回はね、泡風呂でやってやりたいと思います。けそけんさんけさ泡キロ2キロ5キロで8キロ、前回より1キロ多いです。ありがとうございます。前回バケツで入れたんですけど、ちょっと引っ越してバケツどっか行っちゃったんで、このでっかい袋に入れて混ぜて入れたいと思います。これを入れるとものすごい量の空気が下からモコモコモコ出てきて、この前僕死にそうになったんですよ。おいふざけんなと。息を止めてやってやろうと思います。モコモコさせたいと思います。泡風呂の水の中にこれを入れて空気がいっぱいモコモコ下から出たら、もうね、浴槽がもう泡しかない、もう泡しかない状態になって、もうあれですよね、もうどう動いても体が洗われるみたいな、一度そんな泡に包まれてみたかった、一度そんな泡しかない空間に入ってみたかった。うん、まあやってやろうと思います。まあね、できればもう泡の中で平泳ぎしてやりたいみたいなね。じゃあこの前の手順でやっていきたいと思います。まあ効果はもうあれは新陳代謝ですので僕は覚えました。さすがに高1にもなればね、もう分かりますよ。新陳代謝です、あれは。もう食わねえぞ俺は。おお、いっと危ねえ危ねえ。おお、出た空気が酸っぱいやつ。舐めたらしょっぱいくせに吸ったら酸っぱいやつ。まあタンをこねるように、タンをこねたことがないけど、こんだけ混ぜればもういいでしょう。それではね、早速やっていきたいと思います。はい、1、しくったー。あー、着衣俺好きじゃないんだよ。水着持ってないんだよな。それでは早速やっていきたいと思います。いきます。おーおーおお、もっこもっこしてる、もっこもっこ、おお、ちょっと待って、もっこうわ、冷てぇ、やばいやばいやばい、冷てぇ、うわ、冷てぇ、ちょっと待って、うわ、やばい、これちょっと待って、キッチンそっちやばいやばい、ちょっと待って、これどうすりゃいい、どうすりゃいい、やばいやばいやばい、うわ、冷てぇし、冷てぇし、うわ、冷てぇし、うわ、超冷てぇし、水も冷たい、ちょっと待った、逃げ道、ちょっと待って、どうすりゃいいの。はい、はい、はい、オッケーです。どうした？大惨事なんだけど、どうしよう。すごい助けていただきたい。すごい雪山みたいになっちゃってんだけど。みんなはやらないようにしましょう。